ニャックポアンの構成神メバラー派の像ニャックポアンは、カンボジアのアンコール地域において、12世紀の後半、王ジャヤーバルマン7世の統治時代に築かれたプリヤ、カーンのバライにある丸い島に、仏教寺院を備えた人工の島であり、プリヤカーンバライのメボンである。名称は、寺院構造の基壇の周りを取り囲む、蛇の彫刻に由来する。円形の基壇の東側で分かれる2匹が、西側で尾を絡ませている。2区は、サンスクリットのnagaのクメール語訳である。中央に設けられた一辺70メートルの大きな人工池の中心に円形の基壇が築かれ、その上に中央市道がある。一部の歴史学者は、ニャックポアンは、その水域が万病を治すとされるヒマラヤ山脈の架空の湖、アナバタプタを表すものと捉えている。ニャックポアンは、もともとは医療の目的のために設計され、ジャヤーバルマン7世が建てた多くの病院のうちの一つであった。それは並行における古代ヒンドゥー教の考えに基づいている。古代の人たちは、これらの池に入り、沐浴することで、自然的要素の並行を養い、それにより病気を治すと信じていた。4つの結合する池は、水、土、火、風を象徴する。それら4つの癒しの池はそれぞれ中央の水源である、モンド層と石の水路によってつながれ、4大獣、すなわち象、ライオン、馬、牛が、それぞれ北、南、西、東の方向を司る。小指導の石の樋口はそれらの動物の頭部を象徴して作られているが、東だけは例外であり、お牛の代わりに人の頭部を表している。中央の池の東側には、バラハ、観音菩薩が変身した馬が、人食い鬼女から逃げる、船乗りらを救おうとする彫像がある。この彫像は破壊された形で見つかり、1920年代にフランス極東学院によって部分的に復元された。ありがとうございます。